1947年、長谷県は小説家、児童文学者。福岡県大和郡東宮、長村下宮久志北高中まで。ちなみに、東宮英小学校は、こと小儀関の母校でもある。旧姓は包美、本名は藤田正都1925年福岡市藩学校卒業。柳川の城内小学校教師をした後、1929年に、 状況、神田区の法輪小学校に勤務。この頃からペンネームを発生ケとする。1932年浅草区浅草小学校に転勤。1934年に導入し、教育文学を創刊し、1936年には白木を創刊する。小学校教師として教育にあたり、文学者としても活動を行う。 1939年、浅草での教師体験をもとにした浅草の子供を拒実に発表し、第9回、芥川賞を受賞する。1944年に柳川へ疎開し、国民学校に勤務する。同年し、九州文学の同人として5年間を郷里で過ごした。あと、再び上京し、日の足兵の旧宅に同居し、日本ペンクラブ。 日本文芸家協会の養殖につく。児童文学の著述とともに、北原白州を描いた、空立ちの花、邪州門などを発表した。1957年12月19日、東京都新宿区西大久保にて、忘年会の帰りに寄った屋台を出て、道路を渡ろうとしたところ、タクシーに跳ねられる、交通事故に遭い。 搬送先の国立東京第一病院で2日後の12月21日に死去、53歳。葬儀委員長は日野足平が務めた。志村有弘、福岡県文学辞典2010年、弁生出版 P81。ありがとうございます。